10歳は若返ったような印象になるし、第一印象もぐんとアップしてしまいますよね。はい、皆さんこんにちは。ブライダルモデル、パーソナルトレーナー、顔ヨガインストラクターの萌です。ここにこうやって縦にシワがあるだけで、え、怒ってるみたいに不機嫌に見られてしまったり、第一印象が悪くなって、例えば就職の面接時なんかでそれだけで損をしてしまう原因になってしまったり、対人関係に良くない影響が及ぼされたり、一気にシワがあるだけで老けたような印象になる。でもね、反対にただこの辺りの線がシワが一気に消えるだけで、10歳は若返ったような印象になるし、しかも優しい印象で第一印象もぐんとアップしてしまいますよね。眉間のシワについては流行りのボトックス注射やエステ、いろいろな解決法があるんですけども、大体は再発して元に戻るから、その時だけ何回も繰り返さないといけないから、経済的にも負担がかかるし高いよね。なので続かない。そこで今日は眉間のシワについて、お金をかけずに自分で治すためのセルフケア方法と、もう二度と再発しないように根本から解決する方法をお伝えしていきたいと思います。これでもシワを一気に消して、あなたは実際若返って好印象でより良い対人関係を築いていきましょう。実は眉間のシワやおでこのシワを改善するためには、この部分、つまりシワのできている部分のみにアプローチをしてケアをしても根本的な解決にはならず、またすぐ元に戻ってしまう原因になっているんです。確かにね、直接シワのあたり、このあたりの筋肉にアプローチすることも大切なんですが、なぜ眉間やおでこに深く刻まれるのかというと、その原因になっている筋肉っていうのはね、眉根筋、周鼻筋、眉毛下正筋という筋肉で、これぐらいの広範囲にわたる筋肉が原因となっているんです。眉間にシワがある人やおでこにシワがある人っていうのは、これらの筋肉を過剰に働かせて、ぎゅーっとこんな風にほら目を細めて、この部分を過剰に固める癖があるんです。こんな感じね。そしてね、怖いことにご自身では気がついていらっしゃらないことが多い。さらにこれらの筋肉がある場所っていうのは、髪の生え際、おでこのあたりからなんと鼻のあたりまで広範囲にわたって筋膜が付着して固まっているため、目尻のシワや目元のたるみ、そして白髪や薄毛の原因なんかにもつながってくるんです。そこで今日はこの眉間のシワやおでこのシワを解決するために、根本原因となっている鼻の下まで及ぶ広範囲の筋肉の筋膜リリースを行って、そしてこの目をギュッと細めて、ここにわざわざシワを作らないようにするトレーニング、この順番で行っていきたいと思います。これであなたももう二度と第一印象を悪くしてしまうような、この辺りのシワは消えて、優しい印象で第一印象もアップ、そして10歳は若返って見えるので、やってみよう。まずは生え際から。この髪の生え際、この辺りってこうやってます、揺らせますか？皮がこうやって動くかな？できればこうやってつまんで動く、つまんでゆさゆさしても痛くないっていうのが理想です。この辺りってまずおでこのシワ、そして眉間のシワの原因となっている筋膜、この辺りまでつながっているんだけど、硬くなってもはやつまめないという方は要注意。この辺りの筋膜の張りを放っておくと、目尻のシワや目元のたるみ、眉間のシワだけじゃ終わらないの。では次、眉毛のこのすぐ下のあたりね、
最初にお伝えした眉間のシワの原因、眉毛下正筋のあたり、このあたりから筋膜しっかりつながっています。この鼻の横、ちょうど目尻のあたり、目頭のあたり、全部つながっているの。だからまぶたを少し引っ張るという感覚ではなくて、骨に近い部分、眉毛の下の部分をこうやってつまんで揺らすだけ。最後このあたりまでね、ここをしっかりつまんで揺らして血流を良くすることができたら、あなたの目元ってパッと上がってきて、そう、目尻のシワの改善にもつながります。さあでは次、こうやって目頭のあたりからピースを作ってね、鼻根筋の起始と停止っていうのがあるんだけれども、筋肉にはね、始まりと終わりがあるのね。この目頭のあたりって鼻根筋のちょうど始まりのあたり、こうやって目頭と目尻をピースするような感覚で、つままなくてもいいから鼻に近い部分をゆさ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 、できれば繊細に小さく早く、あまりぎゅーっと抑えないようにして、そう、こうやってこうやって、そう、目の下のあたりも少し動かすと、この鼻根筋の起始のあたりが硬い方っていうのは、おそらく目がむくみやすかったり、そう、悩んでいる方が多いね。今度はこのすごすご下のとこね、わかるかな、鼻の横、そう、このあたり、鼻をつまんでみて、この骨のあたりを感じたら、ちょうど横のあたりをゆさ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 揺すっていきます。最初はこうやって片手でつまんでみて、そして次にこうやって両手でゆさ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 してみて、骨に向かってね。これも鼻根筋のあたり、このあたりがね、硬い方とか詰まっている方とか、押さえてて痛いという方は、おそらく目の下のクマができやすかったりしていると思うの。ここね、繊細な筋肉さんなので、痛いというところまで無理やり押さえたりはしないで、優しく優しく小さく小さくゆさ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 吸ってみて、視力も上がったりするよ。はい、では次、ここちょっと広範囲で鼻の横の全体、そしてほっぺたの頬骨のあたりまで広範囲に広がって、こうやって筋膜をリリースしていきます。できればね、下に垂れないように、上に上に上げながら、鼻のところにこう真ん中に集めてくるような感覚で、繊細に繊細に、痛すぎない程度で小さく小さく動かしてみてください。これでもすごく痛い方とか、お肌の弱い方っていうのは、これを行う時に指先にクリーム、何でもいいから滑るものを塗ってみても効果的です。小さく小さく揺らすことによって、繊細な筋肉が少しずつ筋膜リリースされてきます。そう、このあたりって老廃物がたまりやすいんだわ、本当に。私もなんかボリボリ言ってる箇所ある。はい、 OK です。では今度、眉毛の上から前頭筋といって、そう、この眉間のシワからおでこのシワにつながっている部分ね。さあ、ここを最初はぐーっと手のひら全体で持ち上げるようにして、持ち上げるようにして、そして動かしてみてね。まずこのおでこ、つまり前頭筋のあたりは動かないという方は腰椎、そして動いたら今度はこうやって眉間のあたりね、ここはね、縦シワができやすいから、最初に横にゆさ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 吸って、それから縦に縦に、というより上に上に引き上げていく。最後は丸く丸く、そして優しく優しく、シワよ消えろシワよ消えろって思いながら、小さく小さく、優しい優しい動きで、ここもね、あまりにも痛いなっていう方はクリームや滑るものを使っていただいても大丈夫です。そう、だいぶ動くと大正解だよ、動くようになってきたら。さあ、ではここね、今度はもう一度目の下のあたり、眉毛の下かな、目の上だね、失礼、
さあ、この眉毛下正筋のあたりね、だいぶ鼻の横が動くようになってきたので、こうやって円を描くように小さな動きを行っていきます。最後はこの横側のくぼみのところでキュッと引き上げるような感覚で、そう、気持ちいいなというくらいのペースで、そう、目をつぶってもいいし、ゆさゆさ、ゆさゆさ、ゆさゆさ、最後はくぼみのところでキュッと上に引き上げて、そうです。もうだいぶね、鼻根筋が柔らかくなってきています。鼻毛下正筋のあたりもこうやってつながっているので、全体の筋膜をリリースしていきます。エクササイズにつなげていくために、このあたりの筋膜リリースをしっかり念入りに行うことがとっても大切なの。では最後、トレーニングだよ。こうやって眉間のシワを作らないようにギュッと押しながら横に広げるの。そしてウインクする。これはね、最初に説明したように、目をすぼめるときに真ん中の方に筋肉が固まってしまって、眉間のシワを作らないと目をすぼめられない人が、こうやって無理やり開いて、もう眉間にシワができない状態で目をすぼめる運動だよ。だけどね、これって急に両方の目ができるのは難しいと思うので、最初はウインクから開始してみてください。もう左右差があるね。これを見つけられただけでも大正解。こうやって眉間にシワを作らずに、おでこのシワも作らずに、手で押さえた状態でウインクって難しい。できるようになったら、こうやって両方の目をすぼめたり広げたり、すぼめたり広げたり、両方が難しいって思ったらウインクでもいい。たった1分、そう、眉間のシワが消えて、おでこのシワも消えて、その癖を直していくことで根本原因から解消です。はい、お疲れ様でした。では最後に、このつながっている棒状腱膜を緩めていきます。シワの原因でね、顔だけじゃないの。この頭の上、頭頂の棒状腱膜というところがガチガチに固まっていると、ここから下に皮が垂れてきて、おでこのシワができて、眉間のシワができて、目尻のシワができて、ほうれい線ができてしまうの。だからね、お風呂に入ってシャンプーするついででもいいです。空いた時間でいいです。この指の腹を使って、こうやって優しく優しく、頭の頭頂についている棒状腱膜さん、しっかりと筋膜リリースして柔らかい状態を作ってください。ポイントはね、あー気持ちいいなーという感じ、これくらいの強さで大丈夫だから。はい、お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。どうですか？鼻のあたりがすっきりして、目元も少し開けやすくなっていたら大正解です。最初は少しこのあたりを固めて目を細めてしまう癖のある方っていうのは、トレーニングが難しいと感じるかもしれませんが、だんだんやっていくうちにシワを作らないで素敵な笑顔ができるようになるので、ぜひ諦めずに続けてみてください。ではこの動画を最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。このチャンネルでは、美容や健康、アンチエイジング、そして10歳若返るための有益な情報をお届けしています。こんな風に白髪改善やぽっこりお腹、そして生理痛改善などの動画も出していますので、ぜひまたご視聴ください。チャンネル登録や高評価ボタンもとてもとても励みになるのでお待ちしてます。あなたの気になる部位別ごとに自動で動画が届く LINE アットも作りました。概要欄からぜひこちらもお友達登録お待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。